ああ、そのペリスコープばっかりでしたね。はい、どうもペリスコープの皆さん、こんにちは。ニコニコの皆さん、こんにちは。大悟です。最初から言います。最初から言うと、今日ちょっと面白い状態になってて、もうね、なんかね、こうね、生主の鏡みたいになってるんですよ、最近。で、理由があって、結構すごくてですね、何が起こってるかっていうと、今これね、1個の三脚に iPhone が2個乗ってるんです。今ここに。で、ニコニコの放送をしながら、ペリスコープも放送してるという状態に現在あります。で、今どうやって、それどういうことなのっていうふうに思う方いらっしゃると思うんですけど、すごいんだよ。面白いね、パーツをね、見つけてね、こうなってるんです。わかります？ペリスコープの人にも見えるよね。三脚にレールつけて、で、設置したレールに iPhone2 個ですね、こう同時に乗っけてるっていう。そう、どんだけね、ニコ生やりたいんだと、放送したいんだという感じなんですね。ペリスコープってのは今こっちで放送してるやつですね。ペリスコープですね。はい、っていうね。ペリスコープって、ツイッターで見れる方です。で、今日は10分か15分ぐらい、ペリスコープの人にも見れるように、無料で見れるようにします。で、今日のテーマは、集中するほど時間が余る、超集中力ですね。1日の仕事を、3時間で終わらせるディープワークの方法っていうことについてですね、お話しします。のこ様は観覧席にいますね、今ここに。のこ様。ちなみに、みこ様もここにいますよ。はい。これ、みこ様です。はい、みこでーす。あ、ペリスコープの人もありがとうございます。はい、ペリスコ5万人見てたね。はい、あ、ごめん、はい、という感じでですね、で、もうどこからでも放送しようってことでですね、今ここに iPhone を、2台置いてですね、しかも三脚1個で放送してるわけですよ。で、今ね、パソコンで見てるんですけど、このパソコンもさ、でかくないって思って、最近ですね、すげえものを見つけたんですよ。そう、すいませんね、もう一番最初に全然関係ないお話をしてるんですけど、何かっていうとですね、皆さん GPD ポケットって言われてピンときます？ UMPC って言ってピンとくる人だったらですね、結構マニアックな人というか、懐かしのですね、ASUS とかですよねとか言ったらですね、もう、ちょっとね、その人とはちょっとお友達になれそうな感じがするんですけど、まあ、何が言いたいかっていうと、UMPC って何かというとですね、ウルトラモバイル PC の略で、まあ、簡単に言うとですね、超ちっちゃいパソコンです。要するに。超ちっちゃいパソコンなんですよ。で、この超ちっちゃいパソコンで実用に耐えるものってあんまなくて、特に放送に耐えるものってですね、あんまりなかったんですよ。ところがですね、見つけちゃったんだよね。で、ニコニコの人たちにしかちょっとね、出せないんですけど、ニコニコの人たちにですね、お見せします。なんとですね、GPD ポケットを買ってみました。はい。で、何かっていうとですね、見せますね。GPD ポケット、実機はこれです。見て！このサイズのパソコン。ちっちゃ！これ、手のひらこのサイズね。わかる？ちっちゃっていう。そう。画面サイズね、7インチちょっとぐらい。もうちょっとあるかな。そう。ちっちゃっていう。これ性能はね、これと変わんないんですよ。このサーフェスと変わらないか。むしろメモリはですね、このサーフェスよりちょっと上なんですよ。ということで買ってみました。はい。でね、今使ってるんですけど、結構いいです。悪くないですね。そう。てかね、さっき届いたばっかなんですけどね。はい。だから、ちょっとこれからですね、これと、このですね、セットを使って生放送すると、これで世界中どこでも生放送できる。軽さはですね、これ1本分ないぐらいです。これよりこっちの方が軽いです。はい。っていうぐらいのちっちゃさですね。はい。ということで。ちょっとこれを使ってちょっとやって、電子辞書みたいなね、サイズ感ですね。そう、ちょっと今日からですね、ちょっとこれを使ってやっていこうかなと思いますね。ちょっとまだですね、あんま慣れてないんで、ちょっとまだね、こいつの使い方にね、あんま慣れてないんで、ちょっとね、今日はね、こっち使ってやりますけど、はい。そんな感じですね、はい。軽いんですよ。めっちゃ軽いんですよ。はい。ということで、やっていきたいと思います。はい。お、ペリスコープ、今日講演会ありがとうございました。人生変わりそうです。あ、ありがとうございます。今日ね、講演会なんかね、人数少なかったんですよね、珍しく。なんか大学で告知しただけだったみたいなんで、まあしょうがなかったかなと思うんですけど。で、今日の、テーマですね、集中力を高めてディープワークっていうテクニックを、ご紹介します。で、これは何かっていうと、カール・ニューポートっていう人がですね、まあ、非常に面白いディープワークという本を出してまして、大事なことに集中するってことをテーマにした本なんですね。で、このディープワークの中から、ブログの方に、出典が出てるんで、ぜひブログの方を見ていただきたいと思うんですけど、ブロマガの方ですね、ニコニコの。で、そこにあるようにですね、大事なことに集中するためのテクニックをまとめた本です。で、これ面白いのが、まあ、結構ですね、理系の人が書いてるんですよ。で、心理学者が書いてるんじゃないんですけど、心理学の論文が結構ですね、多用されていて、確か専門はこのカール・ニューポートさんはですね、
確かね、なんかプログラムかなんか専門なんですよね。でそれで、こう、よりね、たくさんの仕事をこなして、論文も出しつつ、本も出しつつ、いろんなことを同時にやってる人がいるけど、研究しながらやってる人がいるけど、あいつらどうやってやってんのっていうのをテーマにした本ですね。で、今日これをですね、ちょっとわかりやすく解説して、で、かつ実践的に使える方法にしていこうという感じですね。で、ペリスコープの皆さんも、半分ぐらい無料で見れます。もう半分ぐらい無料で見れます。で、一応ですね、今後のディーパークの話もそうなんですけど、人間の集中力って大体25分が限界なんですね。25分ぐらいで、25分やって5分休むみたいな風にですね、いわゆるこう、ニコニコの皆さんの中ではもう、おなじみなんですね。いわゆるこう、ね、ポモドーロテクニックってやつですけど、30分集中して、で、こう30分ですね、こう、30分集中、まあ、25分集中して5分休むって30分のサイクルでやるといいんじゃないかっていうところからですね、ニコニコ生放送とかね、この生放送も今後30分ぐらいの短いやつにまとめてですね、細かくまとめて、で、皆さんがね、こう、なるべくね、こう、忙しい人も見れるようにした方がいいんじゃないかと。っていうのがですね、最近ね、放送時間が長すぎて、忙しくて見れねえっていう、ね、人が結構いるんですよ。で、見れねえって言っても、興味がある放送だけ見ればいいと思うんですけど、それでもやっぱり細かくまとまってる方が嬉しいという話をちょっと聞いたので、今後はですね、30分ぐらいの短い放送とかでコンパクトにまとめていくのもいいかなと思います。あ、こんばんは、どうもどうも、ペリスコープの皆さん。で、ペリスコープの皆さんには15分ぐらい楽しんでいただいて、ニコニコの皆さんには、後半の15分合わせての30分から、まあ、なんだかんだ言って伸びると思うんで、45分が1時間ぐらい、みたいな。お話でやっていこうと思います。あ、ツイッターでも見れます。ツイッターでも最初の15分は見れるんで。で、今日はですね、集中するほど時間が余る。そう、実はですね、タイムマネジメントとか時間が余るとか、なるべく時間を作りたいって人がいるんですけど、時間作りたいんだったら集中力高めないって意味がないんですよ。集中力を高めて、とっとと仕事を終わらせれば時間が余ると。で、逆にですね、やることやらないで時間を余らせればどうなるかというと、やるべきことを先に伸ばすと寿命が縮むって研究があったりするんで、寿命が縮んでしまったりとか、さらにもっと悪いことも起きてですね、やっぱ仕事は進まないんで、だら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 残業したりとか、違うところで時間が失われるんですね、っていうことがあるので、要するにとっとと今日の放送はとっとと仕事を終わらせて、集中してとっととね、効率よく仕事を終わらせるにはどうすればいいんですかって話を、今日はやっていこうというような放送になりますので、まあいろんな方に役に立つと思うので、ぜひですね、実践で使っていただきたいなと思います。結構今日は実践的な内容がメインになっていきたいと思います。ライト忘れてましたね。はい、ライトはつくと若干イケメンに見えますね。もう一個つけちゃおうかな。はい、フィリップスのライトですね。はい、肌が綺麗に見えるってやつですね。はい、女優さんとかこういうことやってるんじゃないですかね。わ、白、青白。鈴木園子さんって昔いましたよね。ちょっとこれは光りすぎだな。あ、青い。緑。あれ、白くならなくなっちゃったね。難しいな。青。緑。紫とかなんですよ。これだ。これで、これぐらい。かな。これぐらいでいいですね。はい。という感じですね。で、今日のテーマです。集中力が時間を生み出すできる人と余裕があるわけとはと、できる人はなぜ余裕があるのか、なぜ集中力を、高い集中力を保つことによって余裕が生まれるのかってお話を、します。これは一つ目。で、次が、アダム・グラント。アダム・グラント覚えてます？皆さん。オリジナルズっていう素晴らしい本を書いたですね、天才なんですけども、このオリジナルズ、を、書いたですね、アダム・グラントが実践している高い生産性を発揮するためのコツですね。猫様が遊んでますね。はい。を、紹介します。はい。で、次がですね、世界レベルの集中力を身につけるための、すいません、ペリスコープの皆さんには DP って書いてありますけど、デリバレートプラクティスですね。はい。集中的練習ってやつですね。で、これを、紹介します。で、無料はここまで。ペリスコープの皆さんはここまでは、ただで、今日は解説します。で、それからですね、ニコニコの、会員限定の放送に移りまして、アテンションフラグメンテーションを防げば仕事がすぐに終わるっていうのと、集中ゾーンに入り込むための DWR ですね。これはディープワークリチュアルの略ですね。について解説します。で、最後にやるべきことは分かるけど手がつかない人たちのための 4DX とリラックスするよりはるかに幸せになれる集中状態とはと、まあ、ゾーンの話とかですね。で、最後に集中時間を作り出すためのスケジュールの立て方までご紹介して、30分で絶対終わらないだろうって今喋りながら思ってるんですけど、そんな放送を今日はやっていきたいと思います。ミコ様も来ましたね。えい、あ、リツイートありがとうございます。えい、さっきまでね、二人くっついて寝てたんですよ。これね、可愛いですよね。はい。こんな感じの音声やっていきたいと思います。じゃあ、君たちはここにいるのかな？はい。そんな感じですね。
はい、カフェすぎて頭に入ってこない、本当ですね。そんな感じでやっていきます。で、一応ですね、ペリスコープの皆さんはこう画面をシュッてやるとですね、僕のプロフィールページの今日は一番上にですね、あのニコニコ動画へのリンクが貼ってあります。で、そっちを見るとあの上にですね、こう言葉が出てきます。話してる内容が上に出てきますので、そっちの方がちょっと見やすいかもしれないんで、まあ、もしニコニコのアカウントを持ってる人とか、まあ、これを機会に作ろうかなって人はですね、ぜひやってみてください。でですね、もう猫放送にしようかな。もう集中できないよね、これね、集中できないよね。はい。で、集中フローと時間が余るできる人のになんで余裕があるのかって話をしていきます。で、結局ですね、あの集中するほど時間ができるっていうのは人間のですね、集中力にやっぱり限界があります。だから、あの集中して、物事をとっとと終わらせた方が時間は圧倒的に余るわけですよね。もうこれ今当たり前のことを言ってるんですけど、じゃあどういうふうに集中すればいいのか、どれぐらい集中すればいいのかって話をします。で、基本的にはですね、人間がどれぐらい集中できるのかっていう限界の時間を知らないと何が起こってしまうかというと、あのいつまでも集中できると思うので、いつになってもエンジンがかからないんですね。で、いつになってもエンジンがかからない上に、人間の集中力っていうのは限界があるので、その時間をとっくに超えて集中しようとしてしまうんですね。で、そうするとですね、かえって時間が経てば経つほど集中しないから時間がかかる、時間がかかるほど集中力が減っていくってことが起きて、いわゆるその両方にとって良くないことが起きるんですね。今日元気だね。はい。だから、まあ、いわゆる集中できる時間の限界の時間を知っていただきます。で、知ってもらった上で、どうやって集中していけばいいのかって話を今日はやっていこうという感じですね。ちょっとニコニコのカメラをちょっと動かしますね。ノコ様がもうちょっと見える。はい。限界の時間があるんです。じゃあ、皆さん考えてもらいたいんですけど、限界の時間ってどれぐらいだと思います？人間が集中できる限界の時間って。どれぐらいだと思います？皆さんどれぐらい集中できます？基本的にはですね、集中できる時間っていうのは、結構ね、限界があって、この集中して、仕事をですね、一日の間ですよ。一回に集中できる時間じゃないですよ。丸一日の間でどれぐらい集中できるのかっていうとですね、これ悲しいお話でですね、この、本気で集中して仕事ができる時間のことをディープワークっていう風に今日は言っていきたいと思うんですけども、ディープワークができる時間は大体どれぐらいかっていうと、あ、15分、あ、3時間、あ、3時間いい線いってますね。で、答えはこれです。すいません、ニコニコの皆さんにしか表示されてないんで、ペリスコープの皆さんには僕は口で喋りますね。1日3時間から4時間です。で、大体週5または週4が限界です。これ以上は無理。で、逆に言うとですね、1日4時間以上集中できるって人とか、1日4時間以上の集中をですね、週5回以上ですね、できるって人はですね、それはね、はっきり言います。集中できてないです。はい。それは集中力が発揮できてないから、だらだら長くやっちゃってるんですよ。逆に言うと、もっと集中力、それだけのパワーがあるんだったら、もっと集中力を上げて短時間で終わらせることができるはずなんですね。だから、できる人っていうのは、つまり集中ができる人っていうのはですね、常に余裕があるし、時間の余裕があるんですよ。そう、カズオ石黒さんも1日4時間執筆。ああ、いいですね、いいですね。で、結構ですね、東大生とかの勉強量とかでも、やっぱりこうね、そうなんですけど、効率よく勉強したいから仕事ができる人4時間ぐらい午前中とかの仕事でですね、終わらせちゃうんですよ。で、一般的に例えば8時ぐらいと、8時とか9時ぐらいから仕事がスタートしたら、昼ぐらいにはもう大事な仕事が終わってるって人がやっぱできる人でよくね、話出てきますけど、それはそういうことなんですね。はい。集中したい時以外集中力を使わない方がいいのって質問が今ニコニコの方でありましたけど、まさにそれその通りなんです。その話もこれからするから、ちょっとまだ待っててね。はい。で、この逆にですね、じゃあ集中しなくてもできるような仕事のことをディープワークの逆でナローワークって言うんですけど、このナローワークはですね、こう予定外の時間とか関係ない時にやった方がいいってことが分かってですね、ナローワークはこの予定外の時間にやるようにしましょうというのが一応定石になってきますね。だからここら辺をですね、ちゃんと理解できてるかどうかが、すごく重要になって、今日元気だね。これ好きなの？また買ってあげるよ、これ。ちょっともう羽がもげそうっていうか、こう目玉がもげそうになってますね、これね。もげてるんでね。これ好きなの？好きなの、これ。はい。だからちょっと汗遊ぼうね。はい。そうなんですよね。まあだから要するにですね、1日3時間とか4時間しか集中できない。で、もっと言うとね、これから解説するんですけど、1日3時間から4時間って、訓練しまくってマックス3時間から4時間なんですよ。だから、何にも訓練しない人とか、普段集中するってことあんまやってない人はですね、1時間から、1時間ぐらい集中できたら結構いい方です。本気で集中するには。だからですね、最初は、その何時間集中するってことは考えなくていいので、マックス3時間とか4時間っていう風に考えていただいて、基本的にはですね、練習だと思ってください。一つのことに専念する力を自分でこれから養っていくってことを、ぜひ、考えてやっていただければなという風に思います。そう。だからあんま難しく考えなくていいです。4時間集中できなかったらアウトってことじゃなくて、なるべく一つのことに集中してやっていくっていうことを訓練していきましょうということですね。で、集中力が発揮できるようになると、まあ、はっきり言って4時間ぐらいで全てが終わります。というか、それ以上集中できないで諦めるようになります。で、4時間以外のこと何するのって言うと、何もしてなかったりだとか、本を読んだりとか、のんびりするってことになると思うんですけど、この休憩時間も人間の脳ってのは働いてるんですね。だから休憩時間は無駄にならないので、
むしろ4時間のその究極の集中状態を作るためには、他の時間一生懸命休まないといけないんですよ。で、この一生懸命休むことによって、すごい強力な集中状態が作れるよって話なんですね。だから、休まない人は集中できないし、やっぱりこう、だらだらやっちゃうとですね、休憩もできないし、集中時間も短くなるっていう、ダブルパンチで良くないことが起きるので、だから仕事長くやってる人ほどですね、仕事ができないっていうのがまさにそれなんですよ。ぜひこの辺はですね、残業時間が長いですね、広告代理店の人とかテレビの人とかね、なんかね、こう、そういう人たちはですね、ちょっとね、耳にタコができるってよく言われるんですけど、まあ、でも科学的事実を述べてるだけなんでしょうがないんですけど、メリハリがめちゃくちゃ大事なんですよね。で、集中力ある人ってのは基本暇です。暇というか自由な時間が多いです。集中力ある人は短時間で仕事を終わらせられるので、平均的な人よりも時間が余るんですね。だからいろんなことができると。で、今日その具体例をちゃんと出していきます。で、結局仕事量ってのはどうやって決まるかっていうと、これ当たり前なんですけど、時間かける集中度ですよね。これが仕事量ですとか勉強量です。だから時間を短くしても集中度を高めてあげることによって、仕事量とか勉強量ってのは増やすことができるわけですね。で、さらに言うとですね、まあ、だからさらに言うと、最近のですね、肉体労働とかとは別で、頭脳労働ってのがありますよね。頭を使ってする労働ですね。まあ、和夫石黒さんとかの話も、作家さんとかもそうだし、まあ、いわゆるアイデアを作ったりとか、コンサルやったりとか、まあ、大体こう、給料が高い仕事は大体頭脳労働になりますけど、この頭脳労働っていうのは、実はですね、もっと高いと僕は思うんですね。僕の感覚としては、頭脳労働はですね、集中力の二乗に比例すると言ってもいいぐらいかもしれないと。時間かける集中力の二乗に仕事量が比例してるようなイメージですね。まあ、だからどういうことかっていうと、集中力を高めるか高めるほど、短時間でいいアイデアをポンって出すことができれば、それがですね、凡人、千人の凡人が考えたですね、千人の凡人が千時間かかってね、考えたアイデアよりも、天才がですね、5分で考え出したアイデアの方がですね、世界を変えてしまったのはまさにこれなんですね。今、爆発的な集中力を発揮するためには、どうすればいいのかって話ですね。あ、入門ありがとうございます。すでにもう入会していただいた方がいらっしゃいます、ね。ありがとうございます。ニコニコの方ですね。で、その方法を、紹介していこうと。じゃあ、高い生産性のコツを具体的にお話ししていこうと思います。これで今皆さんはとりあえず、3時間から4時間集中できれば A 法なんだということが分かったと思います。で、これできれば朝にやってほしいんで、午前中にはですね、やっぱりその集中時間が終わっちゃうんですね。で、午後はね、休んだりとかだらけた方がいいってことなんですね。あ、すごい、巫女様がすごい足元でだらけてますね。はい、はい、これ、今ね、ディープワークの話をしてるんだよ、巫女様。集中の話をしてるのに、君で集中力がそがれたら、ちょっと、袖を引っ張らない。袖を噛まない。はい。でですね、そう。で、頭脳労働は集中力の二乗に比例すると言ってもいいかもって話をしましたよね。で、よいしょ。で、高い生産性のコツなんですけど、ちなみに猫がいることによってですね、集中力がそがれるんじゃないかっていうね、指摘をされる方がいらっしゃると思うんですけど、猫はですね、創造性を高めてくれるので、集中力のですね、減少を補ってあまりある存在だと僕は勝手に思っております。はい。なので、まあ、猫に罪はないと。猫は神ですね。じゃあ、高い生産性のコツについてお話ししていきたいと、思いますね。で、これ、アダム・グラントさんが実際に、その方法でですね、様々な、こう、なんていうんですかね、こう、成果を出されているので、そこら辺の話もね、絡めてお話ししていこうかなというふうに、思うんですけど、結局ですね、高い生産性のコツっていうのはですね、まとまった時間いかに守れるかってことなんですよ。つまり、自分が、その、余計なことを考えたりとか、余計な連絡が来ない、つまり、集中する以外のことを何も気をつかなくていい状況をどれぐらい作れるかってことがすごい大事なんですね。すごい前髪が目に刺さってかゆいんですよね。はい。ってことがすごく大事なんですよ。まとまった時間をいかに守れるかってことが僕らの集中力を、左右していきますよと。で、僕らの集中力をですね、削ぐものっていうのは何なんですかというところなんですけど、もう簡単に言ってしまうと、これはですね、外部刺激と自分の感情です。外から入ってくる刺激とか誘惑。これと自分の内側から出てくる感情です。めんどくさいなとか、あれやっときたかったなとか、あ、これしようかなとか、お腹空いたなとか、ちょっとコーヒー一杯飲もうかなとか。で、そういう、こう、自分の内部の感情と外から来る刺激ですね。で、これをどれぐらいコントロールできるかが大事です。で、できたらこの両方をなくせるような時間帯を選んだ方がいいです。外部の刺激っていうのは人が来たりとか、電話が鳴ったりとか、メールが来たりとか、LINE が鳴ったりとか、そういう刺激ですね。それは通知をオフにすればできますよと。で、自分の感情をオフにする方法はですね、これ後でまた説明するんですけど、しようと思ったんですけど、朝瞑想をしたりとか、あとは自分の心の中にモヤモヤがあると良くないので、そういう感情をですね、8分ぐらいでいいので、自分の不安とかですね、こうね、雑念を書き出すんですよ、紙に。引き返しって言うんですけど、エクスプレッシブライティングって言うんですけど、自分の感情を書き出す。で、こうやって吐き出すことによって、自分の内部から出てくる感情をちょっと抑えることができるんで、そういうテクニックを使ってみるのも、ありだと思いますね。はい。だからね、そういう風にですね、こう自分のこうまとまったですね、こう時間を作るってことがすごく大事なので、戦略的にそういう風に自分の時間を守らないとディープワークっていうのは成り立たないんですね。で、一応アダム・グラントさんが、実践している面白い方法があってですね、基本的に彼はですね、知的な作業で特に自分の脳をですね、すごい使うような難しい困難な作業はですね、まとめて
まとめてやっちゃう、長期的にまとめて作業して終わらせてしまうってことがあるんです。つまりなるべく作業の切り替えをなくすため、シングルタスクにするために、困難で重要な知的作業をですねまとめてしまって長時間中断なく行うっていうのを、彼らやるんですね。でこれは例えば25分やって5分休憩するみたいな、そういう短い休憩は別ですよ。短い休憩は別で、例えば午前中の4時間をかけて、午前中の4時間をかけて、一番難しい作業、知的な作業を終わらせるみたいな風にするってことです。つまり午前中ちょっとやって、お昼過ぎにちょっとやって、夕方にちょっとやるみたいなことはしないってことです。もうまとめてとっとと終わらせてしまうと。でアダム・グラントさんはさらにこれを進めて、アダム・グラントってペンシルベニア大学の終身在職権をもらったですね、すっごい若い30代前半とか終身在職権をもらった天才なんですけど、彼はですね面白い方法をやっててですね、彼は教授なんで学生の面倒も見なくちゃいけないんですよ。でも自分の研究もしなくちゃいけないんですよ。じゃあどうすればいいかっていうと、アダム・グラントさんはですね一週間を二つに分けてるんですね。二つに分けて、最初の三日間から四日間ぐらいはもう自分の仕事と論文の執筆ってことしかしないんですね。で、週の半分の三日から四日で学生の対応をするというふうな、こう二つのこうね、週を二つに分けてるんですね。だから一日ごととかそういうふうにしないで、半分にパカって分けてしまって集中する時期とそうじゃない時期っていうのを分けてるってやり方を使ってるんですね。で、これは面白い。ですよね。つまり切り替えをなるべく減らした方が人間の集中っていうのはまとまってできるんですよ。で、これについてもあってお話しします。だから長い休憩を挟んではいけないっていうのはまさにここから来てるんですね。休憩するんだったらガーって集中して、それから休憩するっていうのがいいってやり方ですね。なるべく切り替えを減らした方がいいってことで。で、ちなみにこのアダム・グラントさんはですね、このディープワークを実践する、ディープワークの方法を実践することによっていろんな成果を出していて、このやり方を使ってですね、2012年にはですね、一流の雑誌に論文を7本出してます。これどれぐらいすごいかとかっていうと、まあちょっと神レベルにやばいですね。まあ、つまり一流のね雑誌にですね出してるわけですよ。でもうちょっとわかりやすい例で言うと、一流の雑誌にですね、論文を出しながらベストセラー本を書いてるんですよ彼は。で2013年にはですねギブアンドテイクってベストセラー本を出して、で世界中でベストセラーになって、かつですね、ハイクラスのですね論文を5本も出してるんですよね。これかなりやばいですよね。でさらにですねこれどんどん進化していてですね、2014年にはなんと出版物を60点も出し始めたっていうね、もうちょっと神クラスの神がかってるディープワークを実践してるんですね。で、彼がやってる方法はですね、基本的にはそのディープワークをですね、実践しながらまとまって、こう知的な作業を終わらせるようにして、ね、休憩の時間を長く取る。あとはそのいわゆるこう外部からの刺激をですね、なるべくシャットアウトするってことをやっていて、で実際にですね、学生からの質問に答える人、研究する人、学生の質問に答える時期をですね、3日から4日ごとに交代していて、メールはなるべく自動応答にしてるんですね。で自動応答にして、後ほど回答します、何時に回答しますみたいなことを言ってですね、いわゆるこういちいちメールを返さなくていいようにしてるんですね。でこの自動応答って結構難しいシステムのように見えるんですけど、実は Gmail に実装されてるので誰でもできるんですよ。だから僕もですね結構自動応答よく使ってるんですね。メールありがとうございますと、で9時頃ですねまとめてメールを返信するようにしますので、それまでですね、ちょっとお待ちくださいみたいなメールを返すようにすると。でね、うまくですね、返すようにしないとですね、全然関係ないですね、メールマガとかわけわかんないメールにもそういうメールを返しちゃったりするので、これちょっと問題だったりとかするんですけどね。まあそういう風にですね、こう上手にですね、外部の刺激と自分の感情を集中できる時間っていうのはコントロールしてるっていうのができる人たちの特徴なんですね。はい。で、これポイントでですね、最近はですね、少数制で、成果を上げてる企業っていっぱいあるんですよ。で、こういう企業はですね、結構このディープワークをですね、ちゃんと使ってるんですね。ディープワークを使ってるんですよ。例えば、インスタありますね、インスタグラム。インスタはですね、インスタグラムってもう今 Facebook に言っちゃいますけど、インスタってどれぐらいの人数で回ってたと思いますよ、当時。売却した時。ちなみにインスタの売却額は10億ドルだったんですよ、約10億ドル。だからまあ、日本円にしたら1200億円ぐらいで売ったんですよ。1200億ですよ、1200億。何でやってたと思います？インスタね、13人だったんですよ、従業員。やばくないですか？ 13 人で10億ドルですよ。で、まあ、バイトの人とかもいるし、なんか株を持ってない人とかもいるはずなんだから、って考えたらね、1300億何人で分けたのって話ですよ。1300億を。1300、多分だけど3人とか4人ぐらいだと思うんですよ。普通に考えて。もちろんベンチャーキャピタルとか入ってたと思うけど、すごいですよね。そう。だからやっぱり少数制で頑張っていくためには頭脳労働ってのがこれから重要で、で、この頭脳労働やるためにはディープワークの能力を発揮しないといけないよねっていう話ですね。で、こっから先はですね、アダム・グラントの話をしまして、で、世界レベルの集中力を見つけるためのデリバリートプラクティスのお話をして、で、それから、ペリスコープの皆さんは、さようならと、いう感じになります。で、ニコニコの無料の皆さんもさようならと。で、ここからニコニコの会員限定に、変えてやっていこうかなという感じになります。はい。
で、まだやります、まだやりますよ。で、このデリバレートプラクティスってのは何かっていうとですね、これよく皆さん1万時間の法則っていう話聞いたことありますね。1万時間の法則。で、これは何かっていうと、大体人間が、プロフェッショナルレベルのですね、集中力を発揮する。あるいはそのプロフェッショナルレベルの集中力を発揮して、こう、世界のプロになるためにも、世界トップクラスの、プロフェッショナルになるためには何時間ぐらい練習しなくちゃいけないのって話をですね、が書かれた本があって、これが1万時間の法則ってやつですね。はい。で、この1万時間の法則っていうのは何かっていうと、もともとはですね、これフロリダ州立大学のアンダース・エリクソンって人の論文が元ネタなんですよ。で、彼の元ネタによると、そのディープワークレベルのですね、素晴らしい集中力を発揮して、その素晴らしい集中力を発揮した状態で、その合計時間、練習合計時間が1万時間になったら、プロフェッショナルになれますよって話なんですよ。だから逆に言うとですね、何が言いたいかっていうと、ディープワークレベルのですね、高い集中力を発揮しなかったら1万時間やっても意味ないんですね。そう、だから1万時間やるだけでプロになれるってことは、1日10時間集中することができたら、1万時間だったら1000日でいいじゃないかと。ってことは3、4年でプロになれるじゃん。おー、ちょろいなって思う人がいるんですけど、これは嘘ですね。そう。集中力を発揮して1日3時間から4時間が限度なんだけど、ってことは1万時間やるためには一体何日いるのって話になりますよね。まあ、普通に単純計算して毎日3時間集中したとしても、10年以上かかるってことなんですよ。そう。だからこの意図的な練習、デリバリートプラクティスですね。っていうのを、まあ、これから皆さんには学んでいただいて、で、これは別に皆さんがプロフェッショナルになるってなったらね、1万時間やらないといけないんですけど、1000時間やってもですね、仕事ができるぐらいのレベルにはなるって言われてるんですよ。だから、このデリバリートプラクティスっていうテクニックを皆さん学んでいただいて、何かをやろうというふうな、まあ、例えばね、自分がこれからね、例えば仕事に使ってみようとか、資格を取るために使ってみようとか、学生さんだったら勉強してみようとかっていうのを使っていただくだけでですね、集中力が高まるので、ぜひこのデリバリートプラクティスの、要点だけ、ぜひですね、学んでもらえればなと思います。これ今日のハイライトですね。ペリスコープの皆さんにとっては。はい。今日のハイライトです。ぜひですね、極める対象に集中するってことが、絶大なポイントですね。まあ、一つのことに集中しましょうと。だから、たくさんのことをやるのは無理なんですね。で、ところがですね、人間っていうのはなかなかですね、集中力が保てない生き物で、まあ、もちろんその3時間、4時間ですらですね、一つのことに集中するってことができないわけですよ、なかなか。で、これをするときにはどうすればいいかっていうと、if then ルールってものを使います。if then ルールですね。これは何かっていうと、if、ほにゃらら、then、ほにゃらら。もし、ほにゃららすることがあったら、あるいはほにゃららの時は全、その時はこうするっていうルールですね。だから例えば、もし集中してる間に LINE が鳴ってしまったら、携帯電話の電源を切るとかっていうルールですね。で、この中でも if then ルールの中でもですね、大体if then ルールの構築っていうのがすごく、大事なんですね。この大体っていうのは別にアバウトって意味じゃないですよ。代わりのって意味ですよ。大体if then ルール。で、これは何かっていうと、集中力がなくなったりとか、あとは集中力が切れてしまうとき皆さんがやりがちな行為って人によってありますよね。例えばちょっとコーヒーを入れに行った瞬間に、漫画を読んじゃうとか、LINE 見ちゃうとか、例えば、パソコンで調べ物をしようと思って、Google Chrome を立ち上げたら、ブラウザを立ち上げた瞬間に、Amazon のおすすめを見ちゃうとかってのはありますよね。そう。例えば、タバコ、ペリスコープにいますね。タバコを吸うとか、俺は携帯触っちゃうとかありますよね。で、これをですね、大体if then ルールにしてほしいんですね。で、自分がついついやってしまうことを if の方に入れてください。もし携帯を触りたくなったら、then、携帯をですね、遠くに投げるとか、もし、ネットを触りたくなってしまった場合は、こうするみたいな風にですね、自分が陥りやすい欲求をですね、違う行動で入れ替えてください。で、これは、もし携帯を使いたくなったら、携帯を使わないようにすればダメなんですよ。で、こういう風に否定的な if then ルールってそもそも成り立たないので、代わりになるようなことをしてください。で、これを使ってですね、どういう風にすればいいかっていうと、この前の後ろの部分に自分がやるべきデリバリートプラクティスでやりたいと思ってる、やるべきことを入れてあげるんですね、後ろの方に。で、こういう風にすると何が起こるかっていうと、代わりのことで自分がやるべきことを入れ替えられるんですよ。例えば、もし漫画を読みたくなった場と思った時には、漫画をひっくり返して本棚の高いところに置いて、で、それから違う本を開けてみる、みたいな風に、こう、決めるんです。もし、ほにゃららしたくなった時には、ほにゃららするってことを決めるわけですよ。で、こういう風にするだけでですね、例えばね、あれですよ、もし、X ビデオズを見たくなっちゃった時には、テッドを開けるとか、そういう風に決めるんですね。そう、そうでしょ。そういう風にするとですね、こう、見なくて済むわけですよ。代わりになる行動に入れ替えるっていう不全ルールですね。はい。で、これは、なかなか難しいと思うんですけど、僕がよくやってる方はですね、スケジュールにですね、これ後半で喋ろうと思いますが、スケジュールに if then ルール入れとくんですよ。で、入れといて、こういう、スマートウォッチとか、携帯のポップアップで出るようにしとくんですよ。時々。で、それで、なんとなくパッて携帯見ると、あ、もし、ほにゃららしたくなったら、ほにゃららするって書いてあるのが目に入るんで、そしたらですね、あ、
そうだ、これ守らなくちゃいけない、そうしようっていうふうに思われるというようなやり方ですね。否定の if then ルールはダメなんで、代わりになる if then ルールを、作ってあげてくださいと。でですね、最高の生産性を保つためには常にフィードバックが必要です。だから、自分が1日にどれだけ if then ルールを守ることができたかっていうのをカウントしてもいいし、どれぐらいですね、ディープワーク時間を持つことができたのか、集中時間を持つことができたのかっていうのをカウントするのはありです。だから、1日どれぐらい勉強できたかってカウントしちゃダメなんですよ。机に座ってた時間になっちゃうんで。そうじゃなくて、もう自分が、もう、無条件で集中できたと思うような時間だ分だけカウントするんです。で、これやり方があって、もう無料でだいぶ喋っちゃってますけど、やり方があって、ストップウォッチ使うんですけど、ストップウォッチを見合いでストップウォッチ使うんですよ。どういうことかというと、まあ、例えばスマートウォッチとか、iPhone のね、タイマーとかでもできるんですよ。タイマー画面起動しますよね。ストップウォッチをピッて押すんですよ。で、押して、携帯を置いちゃうんです。で、ルールがあります。ルールは、携帯を見たりとか、時間が気になってひっくり返した瞬間にそこで終わりです。で、それでディープワーク時間終了っていうふうにカウントします。まあ、何が言いたいかというと、時間を気にせず集中できることが大事なんですね。だからタイマーをつけて自分の集中力がどれぐらい持つのか、ディープワーク時間がどれぐらい持つのかってことを毎日カウントしてあげるんですね。で、これでその時間がどれぐらい伸ばせるのかってことをやっていくんです。で、これはですね、ディープなローワークフィードバックって言うんですけど、つまりディープワーク時間とナローの時間ですね。ナローワーク、つまり自分が、いわゆるこう、集中力を発揮しないでやってしまった時間と集中力を発揮できた時間の比率を取るってやり方なんですけど、まあ別にそこまでやらなくてもいいので、ディープワークで、ができたですね、継続できた時間をカウントしてほしいんです。そうするとだんだん伸びていくんですよ。例えば、発射線やってみるとですね、12分とか13分とかで、ひどい人はギブアップする場合もあります。で、そういう場合はですね、それでいいんです、最初は。で、それで、毎日それを続けていくとだんだん伸びていって、それが3時間とか4時間ぐらいになって落ち着きますよって話なんですね。はい、最初は無理ですからね。で、このデリバリートプラクティス、意図的な練習はですね、さっきから何回も言ってるんですけど、基本的にはですね、1時間から4時間ぐらいです。訓練してなくったらですね、1時間持ったらかなりいい方ですから、だからですね、そういうやり方をしてみてください。で、あと夕方はね、無理です。やめた方がいいです。夕方はですね、ほとんどシャローワークになっちゃいます。人間の集中力とか意志の力っていうのは、基本的にはですね、午前中の方が高いので、やるんだったら午前中やってください。で、午前中過ぎちゃったら、もうですね、このディープワークっていうのはできないんですね。できないって思った方がいいので、だから午後は予定入れちゃって OK だと思います。で、25分5分の、